魔導幼稚園の卒園試験です。でも卒園試験を受けることのできる優秀な人はたった一人しかいません。先生はとても残念です。でも試験は緊張するので胸がドキドキしています。この中にある3つの魔導球を手に入れてくると合格です。でもイリュージョンモンスターやいろんな罠があってとっても怖いんだそうです。その塔が目の前にあるから緊張します。でも怖くて足がガクガクしています。だからこそ勇気を奮い起こさないといけないと思います。アルル頑張ってね。合格しろよ。うん、じゃあ行ってくるね。ガチャンガチャン、チャ
んちがちゃんちゃんちゃん。おお、お茶。どえ。はあ。お茶がうまい。うん。茶柱。ははは。参ったな。今日の俺ってなんかついてそうだな。茶柱だってなんかいいことあるの？この通り、明治通り。昔からお茶に茶柱が立つといいことがあるというのだが、ひょっとしてお前そんなことも知らんのか？知らない。課長！ガラガラガラだ！お、ガチャンガチャン、チャンチャカチャンチャンチャン。お、そういえばお前、一体今何をしようとしてたんだ？え、あ、いや、魔導書が落ちてるみたいだから、ちょっと拾ってみようかななんて思っちゃっただけなんだけど。笑ってごまかすところを見ると、さては泥棒だな、お前は。うきゃー、しまった。そういう悪ガキは、こら、閉めてやる。おてゃー、早そうなやつ。おてゃー、お前には死んでもらおうか。おちゃおちゃ、わあ、大胆な。おちゃ、お前には死んでもらおうか。ただ大胆でした。おちゃ。